吉田さん、日本全国津々浦々。明日、明後日の土日を使ってね、どちらか1日、しかも半日でいいんですけども、その場所に行くだけで、6万4千円もらえるというね、話があります。これは前回も紹介したんですけども、これね、ポイントサイトのモッピーを経由して、住宅展示場に行くんですよ。住宅展示場で、モデルルームとかモデルハウスを見学します。とっても楽しい時間を過ごします。 多くの方はその週末のレジャーとしてそういうところに楽しみに行くんですけどもポイントサイトモッピーを知っている方はね申し込むとこの他の方と同じようにモデルルームを30分ほど見学してアンケート書いて帰ってくるんですけどもその1件だけで8000円もらえるんですよねで8000円でモデルルームとか住宅展示場って同じ敷地内に大体7社とか8社とかね多い時には10社ぐらいが同居してるんでそれをね 自分の時間の許す限り何件か回ればいいんですよ。そうすると8000円かける回った件数になります。私の場合は大体8件もあるんで、葉っぱ64なんでね、6万4000円になるということなんですよ。本当新築のモデルルームとかモデルハウスを見るだけなんで、普通に多くの方がね、家族連れとかでやってるところですよ。家欲しいなと思ったら、まずはそういうところに見に行って、どの住宅メーカーにお願いするかをこう検討するみたいな感じですよね。ポイントサイト知ってる方は、 その報酬目当てに行ってにっね万千モデルルームとかモデルハウスって、まあ、大体日本全国どこにでもね車で2三3 0分行けば、うん、いいところにあるわけじゃないですかだからね月に10万円稼ぐとかってね10万円じゃないかもしれないけども1か月のうちにどっかの1日を使えば1日っつってもねまあ正味5時間ぐらいですよ、ね、行って午前中に3軒回って で、お昼ご飯その同じ場所でね、敷地内で飲食店ありますかそこで食べて、午後も5軒ぐらい回って、まあ午後3時ぐらいにはもう引き上げてくればいいわけですよね。そうすると8軒は楽に楽しく、本当になんかこう、レジャーランドに行ったような気分で回れますんでねで。新築の家ってとっても綺麗で楽しいんですよ。広くってね。どんどん見て楽しめばいいと思います。なのでお金ももらえると。いうことないですね。明日とか明後日、ね、土日でそれができますんで。別に平日でもいいんですけどもね、なんか今回ね、 あの土日を勧められてるんですよ土日じゃないとダメってわけじゃないけども土日に行っていただくと、えー、通常は1件当たり5000円のところ8000円ということらしいですね先ほどそのための動画も上げたんですけども、うん、これなかなか美味しいですよだから稼ぐ方法って山ほどあるんですよ別にカメラの転売が特別だと思うんだったら住宅展示場にただ行くだけただ行くだけやればいいんですよ行くのって特別ですかね 多分毎日働きに行く会社とかに行くお店とかに行くよりは簡単だと思いますしかも面倒くさいなと思ったらいつ帰ってもいいですからね1軒だけでもいいんじゃないですか8000円ですから,、うん、からこうやって稼ぐ方法ってたくさんあるんで私にまずね何か稼ぐ方法ないですかって聞いたらまあいまだにポイントサイトとかセルフバックやりなさいって思いますね まあ当時はセルフバックが前世紀だったんですけども、今はね、もっともっと取り組みやすいように、しかも報酬も高いポイントサイトってのがありますんで、ポイントサイトが一番かなと思います。取り組みやすいですよ、すっごく。あの、ユーザーさんの立場に立って、どうやったら報酬に結びつきやすいかってことをね、教えてくれますんで。で、実際、そのポイントサイトに案件がたくさん広告として集まるのもどういうことかっていうと、あの、利用者が増えるからでしょうね。そこで本当に制約する方が多いから、企業側にもメリットがあるんで、どんどん広告案件がね。 えー、高額報酬のやつが詰め込ままれていいくんだと思います、まあ、クレジットカードなので私もうね、作らないですね。クレジットカードはもう本当に何もない時にやるぐらいで、うん、他にもいろいろありますからねなんかさ。ただ面談、話聞くだけとかね、見積もりするだけとかね、資料請求するだけとか、そうそう、資料請求も最近まだ復活してきて何件かあるんですよ。だからね、ポイントサイトの紹介ばっかり今年やってますね。もうだからね、ポイントサイトの紹介で今年で30万超えてますからね。あの あの実際稼ぎましたっていう人が一番稼いだ人がねで1件やっても23万とかすぐ来るんでしかもクレジットカードの案件ってのはほとんど紹介してないですから、うん、本当になんか稼ぎやすい時代になったと思います、まあ、そっか塾に来て稼げないってことはないですねいらっしゃい